打ち、曲がり球三振。まず先頭バッターの菊池から三振を奪っているの武田です。外、2者連続の三振、150キロが出ました。立ち上がり3者連続三振のスタートになりました武田。基礎ができてますんでね、はい、まあ、このできれば、まあ、ホークスでいう栗原のようにね、中村は三振に倒れて早川三振、前の回から3者連続です。に関して、はい、そんなに怖がるバッターいないじゃないですか。そうですね、そういう意識が武田にもあって積極的にカウントが取れてるんじゃないですかね。まっすぐ中心としましてね。高め、このボール変化球、速い球。菊池は今日3者連続三振。武田翔太、これで2試合連続の